はい、高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジキルです。よろしくお願いします。ということで、今日は、高須のぼんやりブックレビューということで、この本棚を前に、まだどれがレビュー対象か分かんない状態からスタートしていくコーナー。1本目はこちら。はい。だったんでした。ちょっとね、不意打ちすぎてやっぱりテンパっちゃいましたね。ちょっと読んだら、面白いっぽい感じはしたですね。面白かった。選んでみよう。まあまあ、はい、どうぞ。ちょっとね、ぶっちゃけ読んでない本があったり、もう全然覚えてなかったりもするんですが、じゃあこれ、はい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 、柴田勝家ニルヤの島、まあ、そもそも、うん、柴田勝家は知ってる。武将としての柴田勝家は知ってる。いや、柴田勝家といえば SF 界ではもう巨漢の彼で巨漢の彼でおなじみなんですか。ああ、そうなんや。彼っていう知り合いじゃないですけど、はい、もう織田信長の父親の代から仕えてた重臣で、はい、まあ猛将ですよ。連戦、もう戦ばっかりして、戦担当、軍事司令官みたいな人で、うんうんうん、まあ、最終的には北の少女っていう加賀とか越中とか、その新潟北陸方面を領土に与えられてて、最後はお市の方って言って信長の妹を嫁にもらうやけども、うん、秀吉と勝負して負けて切腹して死ぬっていう人なんやけど。なるほど。っていうところから行こうか。そうなんですよ。これね、ちょっとね、ここちょっと疑問ですね。これどんな話やったかな。これは、ね、とりあえずいつも参加させていただいてるその SF 読書会のお題で柴田勝家の、それも忘れちゃったんだけど、何かがお題になったんですよ。で、それで、その時なんか、この柴田勝家がちょっと良くて、なんか自分の中で。その時初めて知るんですけどね、僕は。あんまりこう、情報収集できてないんで、僕も。いいやん、なかなかいいやんってなって、3冊ぐらい結局読んだんかな。うん、で、そのお題は一つなんですけど、なんか余裕がある時はそんなことするんですよ。その作家について、他の作、その対象の読書会、っていうのはこう、一つの本を、複数のメンバーが一緒の本を読んできて、集まって、感想とか討論をし合うっていう会なんですが、やっぱり そこでやっぱり作家の他の作品に触れてると、よりこう、深くというかこう、豆知識的な意見とか深い意見とかもいろいろ言えるじゃないですか。うん、そういうので読んだ本だったと思うんですが、そうやって講釈垂れてる間に思い出そうとしてたストーリーが全く思い出せないんで、思い出せないので、あらすじ読みます。ちょっと軽く、うん、ビオフィズ、生体受像の技術により生活のすべてを記録し、これね、生体受像っていうのはだから、あれですよ、人生をこう、もう、なんだろう、すべて記憶させる技術ですね、細胞レベルまで、電子的におそらく。だから、3D スキャンして 3D プリントするじゃないですか。世界スキャンして、世界記録して、記憶アクセスみたいな、100% 再現された記憶アクセスみたいな技術だったと思います。で、そういう技術で、己の人生を叙述やな。書き記すことができるようになった人類は、うん、宗教や死後の世界という概念を否定していた。うん。うん、宗教や、死後の世界という概念を否定していた。まあまあ、ちょっとまだ繋がんないですけど、なんでその全て記録できるからってそういう概念を否定するようになるのか、ちょっとまだ、ピンとこないですよね、このあらすじだけ言っても、うん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 、で、唯一死後の世界の概念が現存する地域であるミクロネシア経済連合体の政治集会に招かれた文化人類学者
の主人公ということはですね、これあのだから、宗教や死後の世界を否定するという宗教や概念に支配されている、うん、まあ世界というか西側諸国みたいな感じのイメージですよ、うんうん、おそらく、うん、読んだはずやねんけど、なんかところどころしかも蘇ってきてはいるんだけど、でそれに対してやっぱこのミクロネシアとかのそういうなんていうの太平洋地域、うんうん、らへん、うん、決して未開の地域っていうわけではこの時代に、ま、もうないんやけど、開発されてるんだけど、やっぱりその、うん、なんだろう、その古くからの、まあ僕らから見ると今ある感覚みたいなものをまだ持っている地域っていうことやろうね、このミクロネシア経済連合体は。でそこに、文化人類学者が行って、浜辺で死での旅のためのカヌーを一人作り続ける老人と出会う。模倣師行動学者、まあ、この世界独特の学者さんの、別の主人公かな、ヨハンナ・マルムクビストやばいなこのレビューぼんやりしてきたぞ。最後の宗教であるモデカイトの葬列に遭遇し、棺の中の少女にあった娘の姿を原始したミクロネシアの潜水技師タヤは、不思議な少女の言葉に導かれ島の有力者となっていく。あー、これね、だからそのミクロネシアのあるその重要な島で、過去の文明的な概念を持ち合わせる、人々との交流とかで、こう時代をこう前後させたあのストーリーとか絡み合って、こうなんかこうぐわーっとこう物語がうねっているのかうねっていないのかみたいな読ませ方をするようなタイプの SF 小説ですよ。で、だからガジェットとしてその世界記述みたいなものが成立しちゃっているので、その時に人類は何を考えどう行動しているのか、そしてその中で対立する世界観とぶつかった時に何が起こるのかみたいな、そのこの時にこう一般的になっているその人間の感覚、あの死ぬこととか生きることが曖昧になっている人類が、なんだろう、その昔の時代からの宗教とか土着的な生き方みたいなものに触れた時に、こうその今までもう生まれた時からそういう世界にいる人たちはそれと対立する感覚と出会ったらどうなるのかみたいな感じですよ、おそらく。はい、そんな歯切れ悪でも面白かったかな、これは。今やってた言ってる内容ってさ、うん、あのこのなんか帯とか、うん、裏とかを見て買おうかどうしようか悩んでる人のような感じやで多分こんな、いやでも、ね、売れるのかなとか、あでもね、実際思い出してんのよ、実は思い出してるんやけど、その物語がうねってるかうねってないかがあやふやなところがまたちょっとその特徴的なんですよ。だからうねってるとは言い難いんですよ、あのパッと読みね、うん、だけど実はそのそこの方で絡み合ってるかもしれへん、それは読み進めていかな分からへんみたいな読ませ方する本ってあるんです、あると分かりますよね。ただこれお好きな方しおり挟まってるっすね。そうっすね、これは純然たるしおりで、多分ここにしおり置いてる時からこんだけは最後の日に全部読んだんやろうな。あ、なるほど、そういうことでしょう、ね。まあでも柴田勝家さんはかなりあの時代、次のこれからの時代を担う SF 作家ですよ。若いですから。僕らの3つ下ですから。あ、2つ下かな。はい、じゃあ次。ちょっとそんなもんで、ちょっと、だいぶひどいですけど、今回。まあ、まあでもサクサク行っていきましょう、これは。うん、ガンガン行きましょう、うん。いっぱい撮りましょう、今日は。うん